ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちら、ブロックトーバーのトレインステーション、トイザラスのキャンペーンの限定レゴになります。ちょうど1年前にこのシリーズのトイザラスの動画をアップしました。これもトイザラスと同様で全4種のうちの5つですね。このシリーズは2015年のキャンペーンで、現在はちょっと高め。ネット上では購入可能ですが、良いタネで探した方が安めですね。このセットは、こんな感じに4種類をくっつけることができます。180ピースのセットになりますが、小さいパーツが多いです。難易度は高くありませんのでご安心ください。今ちょっとアマゾンで探してみら、8000円くらいになってました。ああ、開けちゃった。これ開けないで、ウッドモンキーキングロボの資金にすればよかった。まあ、8000円で買う人はいないと思いますが。一応、動画の説明欄にアマゾンのリンクを貼っておきます。オークションやフリマ、中古屋ではたまに見かけます。どうしてもすぐ欲しいという方はアマゾン。安いのを探している方は、気長に探していれば安く買えそうですね。ただ、同じ考えの人も多いと思うのでまめにチェックですよ。ということで、サンクロに説明書1冊でした。6年積んであったレゴですが、中身は問題ありませんでした。ということで、本日もよろしくお願いいたします。それでハゴにっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。このシリーズは全種に車が入ってます。そして、これがトレインステーションです。駅ですね。列車は繋がりませんので、うまく飾ってください。裏面も窓がおしゃれな駅ですね。中は覗いても見えませんが、こんな感じです。9時27分8秒かな？小さなブロックで細かいところまで再現しているのが、ブロックトーバーシリーズの特徴ですね。この白いとこは何なのでしょう？わからん。ま、いいか。ここがタのセットとの連結部分ですね。これもブロックトーバーの特徴です。この列車の部分はぴったりはまるようになってるので、車輪パーツの向きを間違えないように、注意するとこはそこだけです。ということで、今回は2015年のトイザラス限定レゴでした。ご視聴ありがとうございました。